はい、今回はですね、今でも人気のこのサンマルセルシオをちょっと見ていこうかと思うんですけどもね、ちょっとね、まずね、ローダウンしてる下の方を見てもらっていいですか。以前ね、バブルの時代ここにセブンスターを置いて入るかどうかみたいなことやってましたけども、やっぱ令和の時代はね、スマートフォンを入れてみようかと思います。はい、入りませんね、スマートフォンね。 iPhone Pro Max は入りません。こんな感じで19インチのホイールがここに刺さってますけども、うん。これだとね、駐車場の縁石をぶつかっちゃうんですよ。特にこれ人が乗るとね、ちょっとだけまた沈みますんで、縁石はあれですね、点滴ですね。バックから入れた方がいいですね。バックから入れると、ほら、オーバーハングしてるんで大丈夫なんですよ。ちなみにベルファイアの場合は、こんな余裕の車高ですね。こう。こっちだと、ダメなんですよ。まあ、こういうところがありますね、まずね。で、型番はね、ここに書いてあるの。UCF30504870 ってありますね。見えますかね。はい、セルシオの内部に入ったんですけども、今のね、ドアの厚みのあるバムっていう音がね、なんか、こう漫画の吹き出しに使えそうでしょ。で、木目がパーッと入ってるのは今でも新品同様の美しさですよ。やっぱり高級車ってのは10年経っても20年経っても別にね、高級車の形は変わんないんですよね。今でも様々な高級車は出てますけども、テクノロジーの発達によってですね、アンドロイドがこういうとこ入ったりもあるんですけども、基本的にはね、この頃のベースが今に引き継がれているって感じじゃないですか。じゃあちょっとキー入れてみましょうか。じゃあキーを入れてみますね。やっぱりキーを回す？これ、なくしたくないでしょ。今ね、ボタンでエンジンかかるんで、エンストとかの心配もないんですけども、やっぱりね、キーをガシャッと回すときのね、こう車に呼びかける感覚ですよね。で、エンジンルームから、その腕に伝わってくる、このブルルっていうのが、お、今喋ってますね。いいじゃないですか。で、ETC カードなんですけど、ここに入るようになってますね。こういうような感じで、ここに入れるようになってます。はい、それで、やっぱりね、使わないんだけども、天窓、サンルーフがあるということで、まあこれは閉めてもいいんですけども、開けると、やっぱ明るく開放感も出ますね。で、助手席には、こうナンパシートっていうんですか、シートを傾けたり、後ろにやったりとかする操作がこっちについてるんですよね。まあ、これ何をするのかもうね、お分かりだと思いますけども。はい。で、ここね、ヘッドレストはこうやって開けると2段の構えになっているということでございます。で、最近の USB、ね、スマホが充電できるようにこういうのもつけてますね。はい。あとはコンソールはこういう風な形でね、すごい操作しやすいのと、これね、DVD の映画が見れるようになってますね。で、カーナビもちゃんと入ってますし、この辺はだから今とあんまり変わんないですよ。で、MD なんてのがね、今でも再生できるのはこの車の中だけです、今。MD 当時私もね、結構取りだめしたんですけども、今はね、再生するプレイヤーがないのと、あれをデジタル音源に書き換えるのが、ちょっとした、あれでしょ？器具がいるんでしょ？はい。で、シートの暖房はついてない代わりに、ここにセルシオのロゴがついてますね。で、これは何に使えばいいのかわかんない引き出しがあってって感じになってます。やっぱいいですね。この、シフトノブの感じとかね。まあ、足回りっていうんですか、まさに足の周りですけども。なんかやっぱこう、私30代をね、ほとんどこのセルシオで過ごしたんですよ。いろんなセルシオを乗り換えながらね。だからやっぱ今、50を前にしてこの30をもう一回買ってみてですね、なんかやっぱりこう懐かしいなっていうか、若い頃乗ってたなっていう風な、そんな青春が戻ってきたようなね、感じがしますね。いやー、匂いもいいんですよね。香りも、こう鏡がついてますね。はい、こんな感じでライトもパッとつくんですけどね。それから使わないんだけど、ここの持つところとかね、ここハンガーとかかけたりとかできるわけですよ、ここね。やっぱいいですね。革張りじゃないんですけども、この布張りですけども、布張りもまたいい。
セレション乗る方って喫煙されてる方が多いのかな少ないのかな。まあ今に至って中古で出回ってるセレションは禁煙者ばっかりですね。でも当時おタバコをお吸いになりながら吸われてた方とかっていうのはもうセレションを手放すような廃車に向かうような使い方をしてたのかなと、まあ、想像するんですけども、詳しくはわかりません。はい、後部シートにはこうやってね、ルームランプもついてますんで、ピンポイントで読書とかできるような感じになってます。その他後ろはちょっとね、汚いんでお見せできませんね。まあ、私のセレションの特徴は、後部シートに、こうやってね、後ろのシートに座ってる人がテレビを見れるようになってるの。これが、なんかね、今、令和の時代にセレションで中古を探すとなかなかないんですよ。これも最初からオプションですからね、ビルトインですからね、後付けじゃなくて。まあ、いささか時代遅れですけど、今、シートにスマホが見れるようなね、なんか、あれでしょ、ホルダーをつけるわけでしょ。まあね、どうですかね。はい、じゃあいかがだったでしょうか。セルシオ、またね、いろいろとお話ししていこうかと思います。ロック。